三菱 UFJ フィナンシャルグループと三菱 UFJ 銀行さんから大阪府に万博のレガシーとして30億円の寄付をするという申し出が正式に発表されました。大阪府としましても万博のレガシーを社会実装する、そして万博で披露された社会課題を解決するための最新技術、これを社会実装していくための大きな後押しになると思っています。スタートアップ中小企業とさまざまなこの万博でチャレンジする皆さんがいる中で、この万博で披露された技術サービス、そういったものを社会実装していく、これはまさに万博のレガシーを実現する重要な視点だと思っています。その観点から三菱 UFJ フィナンシャルグループ、三菱 UFJ 銀行さんから30億円のご寄付の申し出をいただいたということは大変嬉しく思っています。大阪、関西、また日本でですね、この万博を通じてさまざまな社会課題を解決するための技術を披露する、そういった企業、スタートアップがそれで終わるのではなくて、そこからさらに社会実装していく、そしてより豊かな社会を実現していくということの大きな一歩になればというふうに思っていますので、その点ご報告をさせていただきます。しかり以上です。まずこの点については三菱 UFJ フィナンシャルグループの皆さん、そして三菱 UFJ 銀行の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。政府公務に関する質問をお願いします。読売新聞の山本です。大きく2点ありますけれども、冒頭の三菱 UFJ さん の寄付の話なんですけれども、この30億円というのはちょっとごめんなさい、詳細確認してないんですけれども、この方に寄付があってですね、この使い道としては具体的にどう使っていくか、企業スタートアップということでしたけれども、そういった分野ですとか、そういったところ決まっているところがあるのか、改めて教えてもらえますでしょうか。はい、万博のレガシー、社会実装、スタートアップの支援、そういったところに活用できればと思っています。また単年度のものではないと思いますので、大阪府としても基金を準備をして、そしてその受け皿を作り、寄付の申し出がありますので、その基金として今後活用させていただけたらと思っています。わかりました。もちろんこれは三菱 UFJ の皆さんと協議しながら進めていくということになるんだろうと思います。ありがとうございます。あともう一点、万博に関してなんですけれども、本日自見万博大臣がですね、記者会見の方で海外パビリオン の国の数について明らかにされました。で、台北については47カ国、台北 X については5カ国、台北 B については17、C については92の合計161カ国と地域というふうに認識をしております。で、とりわけ台北については建設の遅れですとか準備どうするかというのが課題になってた中で、このように数が確定したことについて知事の受け止めとですね、また数の評価を教えていただけますでしょうか。はい、このタイプ A については47カ国の国々が独自の予算、そして独自の外観のパビリオン、個性豊かなパビリオンを作るということを決定したということで、もうすでに多くの工事の着工も始まっています。また数も確定したということで、僕は40前後かなと予測をしておったんですけれども、47カ国ということですから、それぞれの国の個性豊かなパビリオンを期待をしたいと思います。また47カ国ある、47パビリオンあるとなると、かなり個性豊かなパビリオンが立ち並ぶことになるだろうなと思っています。愛知万博の時はこのタイプ A というのはゼロでしたから、そういった意味でもこれからまだ課題はあると思いますので、寄り添いながら、協会としても寄り添いながら、この47の A タイプのパビリオンと、そして X タイプ、BC タイプ合わせて161カ国もの多くの国々が参加する万博ということになりますので、もちろんここからさらにちょっと調整は少しの調整はあり得るとは思いますけれども、おおむね150から161カ国の多くの国々が参加する万博になると思います。世界の社会課題を解決するために何が必要かということを、この国々のですね、で出し合って、そして次の未来社会の羅針盤を作っていける万博になればいいなと思います。
まずこのタイプ A についてはですね、タイプ X であったりとかタイプ C であったりとか、各国の事情に応じて移行とか移っていくとかっていうことも調整していったと思うんですけども、それをですね、協会の方がもっと早く迅速に進めなかったのか、いや進めることができなかったのかという指摘もあったりですとか、またそのもともとタイプ X は去年の夏くらいに打ち出した移行策ということで、そういった対応というのをもっと早くできないのかといったような指摘意見もあるかと思います。今回のこれまでの協会の対応については吉村知事はどのようにお感じになったのか、その点を改めて教えていただけます。さまざまご指摘あるかと思いますけれども、昨年の春以降、僕自身もこの兵隊区のパビリオンを含めてですね、さまざま問題提起もして、また関係者とも協力をして進めてきました。A タイプのパビリオンというのは、やはり最終的に決めるのはそれぞれの参加国が決めることになると思います、なるものですので、それぞれの参加国の背景事情であったり、政治事情であったり、財政事情であったり、個別の事情が多く絡む中で、最終決定はそれぞれの国が判断するというものにもなります。そういった中で、協会とすればできるだけ寄り添った形をでの対応をし、また来年の春の万博開幕ということにかけてはですね、もう最終のリミットがこの6月末ぐらいだということで、そこに目がけて寄り添ってやってきた結果、47カ国になった。A タイプは47カ国、そして X タイプ、BC タイプ合わせて160カ国の参加国。もちろんこれは多少増減することはあり得ると思いますけれども、基本的にはこういった方向で進む万博になったというふうに思っています。ですので協会としてもできる限りのことをやったと僕は思っています。何か質問されるか。朝日新聞です。今の質問の関連なんですけれども、この4月の段階でですね、施工業者が決まってない国についてはタイプ X などに移るべきだという考えを示されていたと思います。今のその最新の状況でもですね、施工業者決まってない国もあるかと思うんですけれども、これ今後ですね、開幕までにその準備というのは間に合うのかどうか、またそういった国に対してはどういったフォローをしていく考えなのか教えてください。やはりそういったフォローをこれまでずっとやってくる中でですね、47カ国43カ国についてはもうすでに工事事業者も決まっているということですし、それぞれ国が準備をしているということだとも聞いています。ですのでここはそれぞれの国が間に合うように寄り添って対応していくということに尽きるかと思います。本日質問を予定されていました2社ですね。共同通信。共同通信広内です。また関連してなんですけども、途中で岸田総理がいろいろ動いたりだとか、こう去年の秋ですかね、こうまたフェーズが変わるところがありましたけども、なんていうかその国のバックアップ、外務省であったり、参加国とのことなので、協会は指摘団体ですけれども、国からのフォローっていうのは十分だったのか、そこはどういうふうに考えますでしょうか。これ皆さんご承知の通りですけれども、去年の春過ぎぐらいに僕自身岸田総理に直接この話をしました。このままだと A タイプのパビリオンが非常に厳しい状況になる、それに対する対策というのを強化する必要があるということを岸田総理とに直接お話をしました。またこれは皆さんご承知の通りだと思います。それから各大臣のお話をして、そしてこのバックアップ体制というのはかなり強化、協会も含めてみんなで協力してやっていこうという中で強化されてきました。8月の末には関係者全員が集まる岸田総理トップとする会議も行ったと思います。やはりそれぞれの参加国の事情というのがある中での寄り添って進めていくという中では、そういった制限もある中で、国としてもできる限りのバックアップをしていたと僕は思います。これで終わりではありませんので、ここからさらに、まだ先ほどの質問でもありましたけど、これからまだまだ寄り添って、ここで類型は決まりましたけれども、一定決まりましたけれども、それぞれの国にさらに寄り添いながら進めていくということが重要なんだろうと思います。あと、もう一点だけ、ここからまた後期は、とりあえず外側は少なくともできるということで、多分47確定したと思うんですけども、多分こう展示だったり内装だったりっていうところに関しては、また次の茶会になってくるかなと思います。
で石毛事務総長は開幕までに展示内装も含めた全ての工事を終えるようにというふうにおっしゃってますけども、もしそこがまたギリギリなところで工事を容認するかしないかみたいな議論になった場合に、その来場者がいる中で、多少工事が進むということもあり得ると思うんですけども、それについては吉村知事はどういうふうに考えるでしょうか。まず当然この4月13日から開幕するわけですから、その時までに全ての工事を終えるという共通の目標を持って、それぞれ の国と国に対する支援、また国自身もしっかりと着工準備できるようにサポートしていこうというふうに思っています。やはり開幕時に一定の工事が終わるという、当然工事が終わると、内装工事含めて工事が終わるということを目標にして、そこから逆算してそれぞれの国に対する個別の支援というのをしながら進めていくということになるかと思います。そうするべきだと思います。フリーの横田ですけれども、万博協会の報道対応、フリーも参加できるフルオープン化をしてほしいという質問が4月10日にザ・ページの具志堅さんから出ましたが、今日聞いたらですね、いまだに検討中だと、3ヶ月も経ってもまだ結論出してないんですが、この対応についてはどう、姿勢についてはどうお考えでしょうか。これはできるだけ僕はフルオープンであった方がいいと思いますし、フリーの皆さんの記者も入って質問できるようにした方がいいと思います。そういった意見は僕は協会に対してはできます。副会長なのに3ヶ月も経って棚ざらし状態というのは、これ副会長というのはお飾りみたいな存在なんでしょうか。お飾りではないのは今こうやって横田さんとやり取りしているので明らかだと思います。実際最後実務取りまとめていくのは事務総長取りまとめていきますので、そこで判断することだと思います。僕自身はできるだけブロークになった方がいいし、部員の方も入った意見会見した方がいいと。3ヶ月も時間がかかりすぎてると思わないでしょうか。もともとこれあまり定期の会見しなかったので、僕も会見するべきだという話を提言して、それで会見が始まったという経緯があります。もちろん最終的には協会実務的な扱い事務総長で決めていくということになると思いますから、そこは委ねますけれども、僕はできるだけ情報をオープンした方がいいというふうに思っています。あと北陸新幹線延伸のことについてですね、6月19日の会見の内容を確認したところですね、我々大阪府としては前原ルート BYC を検討するやるべきだという結論には至ってないけれども、一方でですね、前原ルート BYC の算出もあり得るという、両論併記みたいな会見のお答えだったんですけれども、これは維新の共同代表としては、前原ルート BYC の算出もあり得るというふうに、立場を変えて2つの意見を、それです、 M になりますので後ですか、はい、で公務としてじゃ早期のオバマルート BYC 算出について、政府国交省等に申し入れするお考えはないんでしょうか。公務として大阪として、はい、前原ルートです、はい、いやいや、オバマルート、オバマルートをまずやるべきだと、1位下になる可能性が高いと、万博の建設費増加を見るとですね、京都オバマルートについて、やはり建設費がどのようになるのか、2兆1000億円というのは約10年近く前の資産ですから、ここを改めて今の基準に、今の価格を当てはめた時の算出はしっかりやるべきだという意見。で一応割り込む可能性が高いんで、だったら早期に算出をしてオバマルートので、その上で改めて仕切り直しておけ、前原ルートを含めて再検討する方がむしろ大阪にとってプラスじゃないかと思うんですけど、そういうお考えということで理解してよろしいんでしょうか。いや、そこまでではないです。京都オバマルートが当社の合意で決まっているのは、もう完全員合意がオバマ京都ルートですから、僕自身も大阪この考え方です。でこの考え方だけれども、この事業費っていうのが約10年近く前に出ているものなので、万博もそうだけど他の公共事業でもやっぱり増額はしてるんです。これも物価も上がるし事業費も上がるから、これは本来やっぱりそうなってくるなら致し方ないところあると思いますから、そういった意味では10年前の近くの数字だけども、現時点でいくらぐらい費用がかかるのか、概算がどのぐらいになるのかというのが算出した方がいいと、そしてそれはしっかりみんなで共有をした方がいいという考え方です。
で、それ以上でも、だから、前まで言うとしても、そういう考え方ではないです、ね。ただ、一応、下回る可能性が極めて高いというふうには、ご覧になってないんでしょうか。もともと前の数字でも BYC が1ちょっとぐらいですから、1.1 だったと思いますけれども、BYC が果たして成り立つのかということも、やっぱりこれは検証すべきだと思います。ただ、そもそも着工後条件が、そういった収益性というのがありますから、いずれ検証することにはなると思いますし、必要なことだから、しっかりと検討した方がいいという考え方です。考え方は大場向きを登録です。不正に関する質問もあります。不正に関する質問をされる方、しばらくお待ちください。質問を受けされているのは2社ですかね。読売新聞の山本です。1点質問しますけれども、兵庫県の副知事がですね、本日辞職の意向を示しました。で、これをめぐっては、斉藤兵庫県知事の含む告発文書の問題で、県政が混乱した責任を取って辞めるということを理解しています。で、その中でですね、副知事の方は斉藤知事に対して一緒に辞職はどうかということを進めたというふうにも聞きを及んでおります。で、今回の件についてですね、斉藤知事の出所進退、吉村さんはどのようにお考えになっているのか、その点を教えていただけますでしょうか。これは政治家の出処進退ですから、最終的には政治家本人が判断することだと思っています。今の段階でその状況をご覧になっててですね、その辞めるべきであったりとか、混乱が生じているかとか、その点はどのようにご覧になってますでしょうか。背景となる事実関係がなかなかまだよくわからないところがあるなというふうにも思っています。例えば今回のパワハラというのが、斉藤氏のパワハラの問題、おねだり、おねだりの問題とか、もうそれが指摘をされていますけれども、そこについての事実関係がどうなのかということは、ここははっきりさせる必要があるんじゃないかと思っています。まずは斉藤氏自身が自分の口で説明すべきでいいし、斉藤さん自身はこれはパワハラではないということの意思表示をされておられます。現在第三者委員会が設置され、そして百条委員会が設置されていますので、そこで事実関係がをやはり明確にしていく必要があるだろう、あるのではないかというのが僕の考え方です。今日の副知事は斉藤知事がパワハラあったって言ってるんですか、あったかなかったかについては何か言ってらっしゃるんですか。そこは厳密ではないですけども、言ってなかった、そういうのはないというふうに言ってたように認識はしています。副知事はパワハラがないというふうに言っているということですけど、事実関係はどうするか、事実関係はどうかというのはやっぱり確定していく必要はあるんじゃないかなと僕は思います。また告発文書でも副知事、片山副知事は登場していたと思うんですけど、そこについての事実関係は片山副知事はなっている。そこは、否定されていたというふうに認識しています。だからその告発文書の中身も自身が出ているところは事実と違うというふうにおっしゃっていたということですかね。そしたらやはりちょっとそもそもの事実関係というのをきちんとやっぱり県民の皆さんに対してもそうだし、第三者委員会が立ち上がっているわけですから、また百条委員会があるので、そこをしっかりと確定、明らかにする必要があると思いますし、もっと僕は斉藤知事自身が自分の口で県民の皆さんに説明をしてもらえるというふうには思います。ただ実際問題、兵庫県としてはその副知事も辞職されたように県政が停滞していると、それは例えば神戸市長の方も記者会見でそのように言ったりとかしてますけれども、その点についてはどのようにご覧になっていますか。やはり県政が停滞するのはやっぱり良くないし、なことだと思いますけれども、その一番最初の前提になっているパワハラがあったんですかというのが、ただ事実関係、またその包括文書の事実関係というところを、なんか
全部すっぱ抜いて、全部それ全くなしにして、混乱してるから、責任っていうのも、僕はやっぱりそこの、メディアの皆さんもいろいろこう、パワーがあったかのような報道でされておられますけれども、どのぐらい事実関係があったのかっていうのをきちんとやっぱりサイト C から説明すべきだと思うし、百条委員会、そして第三者委員会があるのであれば、そこでしっかりと事実関係を明らかにすべきじゃないかというふうに思っています。政治家の出処進退そのものについては、これは僕がどうというよりも、斉藤知事自身の判断になると思います。ただ、やっぱり事実関係がどうなんだろうと思っている県民の皆さん多いんじゃないかなと僕は思います。じゃあ最後、はい、先ほどの質問で北陸新幹線延伸の前原ルートについて維新共同代表としては BYC 選出をやるべきだというお考えなんでしょうか。いや維新共同代表という立場としても現時点においてはオバマ京都ルート、これが関係者間合意になっているわけですから、で延伸するのは関係者が合意しないと延伸は成り立たないし、今まで議論を積み重ねてそちらがいいという判断をして、これは松井知事時代もそう判断して、僕もそれを受け継いでますから、現時点で大丸京都ルートが僕自身の考え方でもあります。ただ言うようにやはり工事費用なんかも非常に上がってきている中で、もともと大丸京都ルートっていうのは BYC もギリギリの数字だったし、果たしてそれが収益性はどうなんだっていうことも含めてきちんとやっぱり議論するべきだと思うんです。でそのための材料もきちんと明らかにした上でより掘り下げていかなければならないというふうに思っています。そういったことを全くなく、なんか政治家としてあちこち右左に簡単にぶれるようなことはないです。今はオバマ京都ルートとしてこうみんなで進めているわけだけれども、その実際僕もいろんな公共工事含めて万博もそうですけれどもやる中で約10年前に、10年近く前に出した工事費用のこの数字だけで走り切るというのはやっぱり違うと思うし、きちんとこの工事費用というのは 今で換算するといくらぐらいになって、それはオバマ共同ルートですよ、前原じゃなくて、やっぱり政治家の立場としてもやっぱオバマ共同ルートとして支持しているわけですから、そしたらそれがいくらぐらいになるのか、また工事の期間も15年になってましたけど、着工してから京都の地面を深く掘る詳細ルートを決めれば本当にそれがその期間でいけるのか、そのあたりについてより深い議論と検証をするべきだというのが今の僕の考え方です。最後に維新が支援した長崎県知事大石健吾氏に対する迂回献金疑惑等が浮上して県議なども取り調べを受けているという報道があるんですが、この疑惑についてはどう捉えられているでしょうか。ちょっとそこについては事実関係の報告を受けてないので、分かりません。ありがとうございました。それではここに終了いたします。